オフィスQ YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。どうも、ナナックです。この度、2月2日、ニューシングル、チェンジをリリースいたしました。こちらの楽曲は、テレビアニメ、箱詰め、交番女子の逆襲のエンディングテーマとなっております。この曲はですね、不安定な毎日を過ごしている皆さんに刺さる楽曲だと思っています。自分が決めた一日、今日も明日も過ごしていくのが変わらないことだから、そんな一日を大切に自分なりに頑張っていくんだぞっていうような、素直でとてもポジティブなメッセージのこもった楽曲です。ぜひ歌詞に注目して聴いていただけると嬉しいです。2022年こそは生活リズムを改善したいと思ってます。どうしても夜型の日々が続いてしまって、今定着してるんですけど、朝活の素晴らしさみたいなものをやっぱりお仕事仲間の人からもたくさん聞くので、昼前には起きたいなと思ってます。あと昼間に起きて筋トレもしたいなと思ってます。体作りというメンタルも安定するって聞いたので、いいこと尽くしの筋トレと生活習慣の改善やっていきたいです。それともう一つは、私は文化的なことが、アニメでもそうだし映画とかもたくさん好きなんですけれども、本をなかなか最近読めてなくてですね、家にまだ読んでない本がたくさんあるので、まずはそこからね、読破して作詞とかにも生かしていけたらいいんじゃないかなと思っております。いや、今回の新曲チェンジはですね、私の大好きなフレーズで、明日もどうせ今日でしょっていうような、詩があるんですけれども、本当にこの何が起こるかわからない毎日の中で、一日一日あなたの過ごす、あなたが選んだ一日を健やかに過ごしていただけたらいいなと心から思っております。私も健やかに生きていくので、そんな私の新曲チェンジと共々応援していただけるととても嬉しいです。